はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。プレーゴルフのマッツーとインストラクターの小林です。お願いします。お願いします。お願いします。さあ、今日はなんか上からぶら下がってますけど、これは何ですか？じゃん、マークダウン品のガチンコ勝負。これね、プロパイアってやらせてくれんのよ。あ9年モデルね、いわゆる。まあ安くなってね、最近買う方も多いんやけど、その中でステルス、ブリヂストンの B2、 ローグ ST、 はい、コブラの LTD TX、 この4つをね、ガチの打ち比べします。はい。ちなみに本命は、僕の本命はコブラですね。コブラなんよ。はい、この4つですよね。この4つやったら、何その消去法みたいな言い方。え、マツは？いやー、これやったらまあ僕はもう最近ヘッドスピード上がってきたし、ステルスかなと思ってる。やっぱり硬いですよね。ちなみにこれ、オダッチは予想は？私もやっぱステルスか、ローグ ST も捨てがたいなっていう感じですよね。ちなみにダイヤマは？ダイヤマはローグ ST ですね。あ、そうなんよ。はい、やっぱり優しいイメージがすごくある。かわいそうですね、この。確かに B2 ね。いや、まあ国産の意地をね、見せてもらいましょう。確かに、まあもうここは忖度なしなんで、はい、どれが来るかわからないんで、はい、皆さんもね、気にしながら見てください。はい、行きましょう。じゃあステルスから行こうか、本命の。さあ、というわけでやっていきました、釣り杯争奪マークダウンドライバー賞。まずはマッツーが大本命の初代ステルスを手にしました。やっぱこの辺のね、安くなった価格帯最近よく売れるからね。そうですね、結構活発に動いてる感じはするんですが。じゃあもういきなり忖度なしでお願いしま す。きた、ステルステースピン3800。ちょっと老けてますかね。ちょっと老けてるな。やっぱ一応純正シャフトやってるんで、ちょっと老けるけど、まあまあまあしっくりきてます。ミート率 1.4 あるし、44あるし、まあステルスは僕はこれが結果的に OK かなと。じゃあヤッシー先生も打ってみますか。去年一世を風靡したカーボンフェイスですからね。そうね、意外とあんまり打ってないんですよね、僕これ。あ、ステルス、はい、打ってみます。さあ、ヤッシー先生が打つとどんな結果になるのか。うわ、安定感ありますね。いいですね。291、いいね。初速71。化け物みたいな初速ですね。まあ、確かに飛距離と初速とね、いろいろ見比べていきたいなと。じゃあ続きまして、ローグ ST。ローグ ST。対抗馬。ダイヤマの本命です。ダイヤマ本命。来ましたね。オッズはまあまあかな。まあ、まずまずステルスにも負けないぐらいの感じはあると思いますね。うん、いい。うん。さあ、どうだ。どこまで行くか。惜しい。242。ギリステルスの勝ち。惜しい。ミート率 1.41 やから、これはエントリーで OK でしょう。ちょっとステルスに及ばず。けど、いいクラブ。まあ、ローグといったらね、AI 設計を使ってるというともう一つの特徴です。確かに。現代的。うん。捕まる。ヘッドが優しい分めっちゃ捕まりますね。めっちゃ捕まる、やっぱり。298。惜しい。こっちの方が飛んじゃいましたね。飛んだね。あれ、もうあかんやん俺、ステルス。やっぱ捕まると飛ぶんですね。そうだよね。ダークホース、ブリヂストン B2。 はい。ダークホースっていうのも失礼やけど、国産としてね、意地を見せていただきたいところです。全力でいきますよ。あ、でもいいかも。ヘッドスピード44、同じ。あ、240、ちょっと及ばずですね。接戦やな。結構デッドヒートを繰り広げてますね。うん、こうなってくると違うところの好み出てくるけど、うん、あとはもう打感とかそういうところの違いによってって感じですよね。バックスピンは3100で、マッツーさんの中では今のところ一番低スピン減ってるみたいですね。ちょっと捕まったかな今はね。おお、うん、いい球。296。微妙な差。2500の差ですね。
めっちゃ捕まりますね、でもね、めっちゃ捕まる、これは、はい、ブリヂストンはフェースの中央と端っこで溝の粗さが違うんで、そうなんや、ある程度オフセンターに当たってもスピンが減りづらいっていうのが一個特徴なんですけど、割とお二人のシダでもその感じは出てきましたね。さすがジャパニーズクラブやね。じゃあラスト、コブラ LTDX ドライバーですね。昔シダレビュー出したけど結構いいクラブやった。意外とコブラ信者っているんですよね。そう、多い、根強いこうファンがいるという感じなので、なんかハードヒッターに多いイメージだけどね。実際去年キャロウェイとテーラーメイドの2強かって思われてたところにこいつ突っ込んできたような感じなんで、実際評判は良かったと思います。かなり存在感はあるドライバーですよね。コブラといえばデシャンボー、飛ぶな、デシャンボー並みのヒット来た、芯食ったよ今。お、いい球じゃないですか。うん、242、おー、伸びました。 1.39、 OKOK、 ミートします。芯を捉えるとやっぱ実力発揮しますね。実力が出るんでいい。まあ、通称究極の飛距離マシーンなんて言われてますから。へえ、そうなんや、はい、顔一番好きですね。でもこれがちょっとクロート好みの顔かもしれないです。そうですね。おお、お、今のはいいですね。これはまだ伸びますね。転がれ転がれ、おお、300いった、きました、300ヤード達成です。大台乗りましたね。ボールスピード損得ないですすごいな。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。で、まあ価格が一応初代ステルスは 34,800円になります、はい、うん、新品購入だと、うんうんうん、でローグ ST マックスは 39,800円、はいはいはい、B2 ドライバーが 41,900円、おー、で最後に打った LTDX は 34,900円になっております。なるほど。なんでこの値段等も加味してコスパがいいなとか、あるいは自分で買うんであればこれだっていうのを選んでいただいて、これでしょうそれはこれでしょう。まあ圧倒的にコスパというか、うん、もう性能も抜群ですよね。やっぱあのカーボンフェイスね、まあ、5歳やけど飛んだし顔もいいし、個人的にはこれかな。ヤッシー先生的には。僕的には、まあ、やっぱりでも一番距離も出てちょっと値段も加味しながらですけど、うん、コブラかなと思います。ハードヒッター向けっていうのがもう如実に出た結果かなとは思いますね。ただまあどれもそんなに差がないっていうのもリアルかなっていう、うん、やっぱり各メーカーね定番の商品なので、それだけにこう本当に微妙な差で戦ってるんだなっていうフィーリングであったりとか、もう飛び方っていうのが感じられた回ではないかなというふうには思いますね。 B2 捕まりやすかったし、うん、そうですね、ローグも捕まりやすかったし、構えた形が全然違いますからね。違う、うん、ここも好みがすごい分かれると思いますね、うん、安心感というかね、うんうんうん、まあこの解読になったところをね、ちょっと店頭で動画公開日にあるかどうかは微妙なんですけど、もしねあっていいのがハマれば使ってほしいかなと思います。そうですね、中古クラブとかで購入検討されている方もいると思うので、ね、うんうんうん、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、じゃあ僕は本命のステルスが勝ちました。一着ステルス。僕は本命のコブラが勝ちました。一着 LTDX ということで、はい、これ忖度ないですもんね。もうない、全然ない全くなしですねということで忖度なしレビューが決まりましたんで、また今後もやっていきたいと思います。はい、はい、またマークダウンドライバーがたまった時にお送りしたいと思います。ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。目指せ1万人、1万人お願いします。お願いします。じゃあ今日はこの辺でいいです。